おはようございます。幸せに生きると書いて構成です。多分政府の方の中でも経営を知ってる人は少ないと思いますので、飲食店が1ヶ月休業することがどれだけやばいことなのかを説明させていただきます。実際に東京で飲食店を10年間経営させてもらっている僕が伝えさせていただくことによって、政府も初めてのことで当事者が現場のリアルを伝えていかないとわからない部分もたくさんあると思いますので、動画を作らせていただいております。そうすることによって少しでも飲食業界全体が救われたらなというふうに思っております。それではまず飲食店の一般的な収益構造について説明させていただきます。飲食店でかかってくる経費の中に FL コストと言われているものがあります。 F がフードで仕入れ原価、 L がレイバーで人件費。 FL コストの FL は英語の頭文字を取っています。これらを合わせて FL コストと言うんですけど、一般的にはこの FL コストの内訳が F で 30%、 L で 30% かかると言われています。まず FL コストだけで全体の 60% 経費がかかってくるわけです。ここに R、レント、家賃が発生してきます。売上に対して 10% 以下に抑えるのが適正だと言われています。この3つを合わせて FLR とも言ったりするんですけど、この FLR で売上に対して 70% かかってきます。例えば居酒屋を経営していて月に200万円の売上があったとします。ちょっとここに書いているんですけど、ちょっと見にくいんでアップします。見にくかったりしたらごめんなさい。居酒屋の売上が月に200万円ですね。ここに FLR コストを当てはめたら、 F が売上に対して 30% なので60万円、 L が 30% なので60万円、 R が 10% なので20万円。これだけでも合計で140万円かかってきます。そこからプラスアルファで販売管理費という水耕熱や広告費、保険料、消耗品など営業活動に必要な経費がかかってきます。細かなことを言えばここで区切っているんですけど、人件費や家賃も販売管理費に含まれます。ちなみに略語で販売管理費のことを販管費と言ったりします。この人件費と家賃を抜いた販売管理費だけで、もちろんそのお店によって異なりますが 20% から25% ぐらいはかかってきます。つまり数字に直すと40万円から50万円の経費がかかってきます。全てを合計して計算すると販売管理費を 25% と仮定します。 FLR で 70% プラス販売管理費で 25%、 これらを合わせて合計で 95%。 お金に換算すると200万円の売上に対して FLR が 70% で140万円、販売管理費が 25% で50万円、合計で190万円の経費が月ごとにかかってくるので、利益を計算すると200万円引くことの190万円なので、正確に言えば純利益の前に経常利益とかあるんですけれども、経常利益抜きにして月の純利益が10万円ということになります。そしてここが肝なんですけど、僕も含めかなりの飲食店様がお店を始める時などにした借金を返済しながらお店を運営しているので、この10万円の利益からさらに借金分の例えば5万円を引かれていたりするわけです。そしたら月の実際の手元に残るお金は5万円ということになってきます。現状はほとんどのお店がこんな感じで手元にお金はほとんど残らないんです。じゃあ単純に借金や税金は抜きにして1ヶ月休業した場合をシミュレーションしていきます。まず休業なので売上はゼロになります。お店を休業しているので F 原価もかかってきません。 L 人件費は 100% 保証するとして200万円に対して 30%、 R 家賃は固定費なので毎月発生してきます。これもかかってきて 10%。 この L と R だけで月に80万円の経費がかかってきます。ここにプラスの固定費で販売管理費がかかってきます。販売管理費とは言っていますが、販売してなくても、つまり営業してなくても保険料や会計士や労務士の顧問料、じゃあ例えばもろもろ合わせて20万円だとすると、80万円プラスここの販売管理費で20万円なんで、80万円プラスここの販売管理費で100万円になります。つまり1ヶ月お店を休業すると月の借金返済を入れていない利益10ヶ月分である100万円が1ヶ月で消えていくことになります。考えただけでも頭クラクラしますよね。ここに月の借金返済を乗せると利益10ヶ月分どころじゃ済みません。例えば5万円の借金を乗せると21ヶ月分の利益が1ヶ月でなくなることになります。こんな感じで IT 企業とかに比べたら飲
食店はそもそも利益率が低い商売なんで、今想像を絶するほどの状況、もはや足の踏み場もない断崖の絶壁に立たされている感じです。ちなみに国の助成金で今回お店の休業に20日間応じると、1店舗の場合50万円の休業保証、2店舗以上の場合は100万円の休業保証が出ることになっているんです。この状況で一番得するのは2店舗でなおかつ坪数の少ないところが一番得するように実はなってます。2店舗だろうが100店舗だろうが休業保証は100万円ということになっています。10坪だろうが100坪だろうが2店舗以上の場合は100万円なんで、原価率や人件費っていうのはパーセンテージなんで、坪数が大きくなればなるほどこの FL コストというのは上昇してきます。なので月の売上が100万円のとこならば、まあ全然いいんですけど、これが例えば月で1000万とか2000万稼いでいるところも休業保証100万円となってきたら、まあ、なかなかね厳しいものがあるんじゃないかなというふうに今回のね休業保証に関して思う部分はありました。もちろんねうちはもう全然助かっているんですけれども、まあなかなかこういったことは飲食店に関わっていないと見えてこない部分でもありますし、実際に実情を説明しないとわからない部分もたくさんあると思うので説明させていただきました。少しでも何か伝わってより良くなることを願いながら前向きに行動していきます。今日もご視聴ありがとうございました。